言霊って何なのか。これをちょっと明確にですね、お話ししていきたいと思います。これは話すといっても、僕が言霊というのはこういうものですよって言ってるんじゃなくて、これも忠実に、言霊秘書、稲荷古伝。まあこの、水穂の伝えに記されている言霊というのは、どういったものなのかという定義が、もう法則の中にしっかりありますので、 この水朴殿の中にある言霊というものがどういうものなのかを皆さんにお伝えしたいと思います。これはね、本当に言霊という定義はとてもこう大切なことで、やはり今、昨今ですね、言霊とか言霊学という言葉は結構出回ってるんですよ。言霊を使ってとか、ね、言霊を伝導しますとか、いろいろあるんですけども、 これ本当に言霊というものを、誠の言霊というものを言ってる人は僕はまだ見たことがない。大体言霊と言ってる人はちょっと違ったり、まあなんかちょっとね、言霊というのがおかしくなっちゃってるんですよ。だから皆さんも言霊っていうのが何が何だかちょっとちゃんとわからない状態だと思うんで、この言霊というのをしっかり定義づける。そして本当の誠の言霊というもので、 カタカムナというものは解けるんだというところがですね、ここが曖昧だと、すべてが曖昧になってしまうので、今日は言霊というものをですね、どういったものなのかっていうのを、あの、もうしっかりと定義づけていきたいと思います。で、この定義づけてはっきりした言霊というのは、やっぱり世間一般にですね、もう発信していかないといけない。本当の言霊っていうのは、こういうことですよっていうの。これをね、 あの、曖昧にしてると、言霊がもう好きかって、自由に好きかってに、言霊っていうのを作って、勝手に解釈っていうのがやっぱり広がっていくんですよ、そこから。それが良くないこと。まあ、三枝先生もそこに怒りを覚えてたんですよ。勝手に変えるなっていう。本来ある言霊の意味とか、まあ、その定義づけっていうのを勝手に変えちゃいけないということなんです。そして言霊というものは どういったものなのかというのも、このしっかりとした定義があるわけなんですね。ここをしっかりとけじめをつけて、言霊というものを扱っていかないと、言霊がもう好き勝手な解釈になってしまって、真理からは遠く叩いてしまう,とう。言霊は何なのかというのを、えー、ちょっと共有したいと思いますね。これは水保殿の中にもう入ってます。 こと、たば、このこと。ことっていうのは、ことっていうのはね、言語の言ですよね。言語の言と書いて、こと。あとは、こと、自己の字と書いて、これもことと呼びますよね。こと、こと。まあ、漢字が違うんですけども、このカタカニにすると同じということは、言霊は同じということになるんですね。んで、おことのことってありますよね。 よく大本教はね、ことをこうやるって言いますけどね、同じことです、これ。で、とっていうのはどういうことか、言霊のことまず。言霊というのがどういうことかっていうので、ことっていうのは、こはこること。で、とは組むことにて、息、コリコリって吹き出すものをことという。ゆえに一言を言う。ここ大事なんですよ。一言を言う。言霊のことって一言のことなんですよね。 凝る。ことの子というのは凝ること。で、とは組むこと。息、こりこりて吹き出すものを、これ、凝るとか組むってどういうことかというと、この息、水と火の息がこりこりて、まあ、一つにね、こう、固まるということですよね。固まり、組み固まるってことになりまりて。この息が組み固まりてってどういうことかというと、これは、水というのは吐く息です。 火というのは吸う息です。吸う息と吐く息。これが組み固まって吹き出すものをことというんですよ。この一元の。つまり言霊のことっていうのは吸って吐く。あこのあ,あーって吐いてるのは吸う息が吐く息にあの組み固まることで吹き出しているものなんですね。だから言霊っていうのは この一元一元のことを言うんですよ。数息に吐く息を組み固まっていう一元を言霊のことっていう意味になってくる。この吐く息の出る声の中には数息が入ってる。この数息と出る息が組み固まることで、この吹き出す音になるんですね。声という音になる。 で、この声という音の中には、水域と白域が組み固まって、この一元になっているので、この一元のことを言霊のことと言います。で、玉っていうのは、イザナギの息、イザナミの水中に降りて玉をなす。故に、水中の火の玉とは、この他の字の形を見て知るべし。下記、水中に入らざれば、玉をなすことは当たわず。 だからこれも同じことですよね。水域の木が、この吐く域に入らなければ、玉をなすことを当たわず。この琴っていう玉というのは、水域が吐く域に入ることによって、玉をなす。水中に牡蠣が入るということは、これ丸ちょんなんですよ。玉っていうのは。水の中に火が入るっていうのは丸。水,水っていうのは丸。この火っていうのはちょん。 水っていうのは白息、水域っていうのがこのチョンになるわけです。そうするとこのマルチョンというのが玉ということになるんですね。玉っていうのはマルチョンなんですよ。水中の中の火。えー、白域の中の水域。これがマルチョンになる。かこれがカタカウナのマニホージュになるわけですね。マニホージュの雨のみなかの玉になるということなんです。 玉っていうのはこういうことなんですね。で、火、水中に流して来らぬがゆえに玉を出す。玉とは、たは連なること、まはまろきこと、息、連なり、縁にまろがるを玉という。つまり、吸う息と吐く息の息が連なって、縁に、まどかに、ね、縁にまろがることを玉という。玉というとは、玉というのは火と水がですね、連なって、 円に丸がっていることを玉って言うんですね。つまりことの玉。こと玉っていうのはですね。こと玉っていうのは、息がコリコリって吹き出すものが、この数息と吐く息が組み合わさって吹き出すものが、この息、水と火が連なって、円に丸がるものをこと玉というんですね。だからこのこと玉を、 まあ、もし絵に描くならば、まあ、マルチョンになるわけです。言霊を絵に描くならば、マルチョンになる。そのマルチョンを横から見ると、マニホージュの形になるということですね。まさにこれ。えー、吐く息が丸ル、水域がこのチョンになる。このマルチョンというのは、横から見るとこうなるんですね。まさにこれ、マニホージュですよ。 ことたっていうのは、このマ,マニホージュに表される。ことただから、稲荷のこのマニホージュいうのは、あの、呼吸の意味でもあるんだけども、このことという意味にもなる。つまり、ことたというのはですね、この息を組み合わせることによって吐き出される。この火と水が連なってですね、円に丸がって吐き出される玉ということになります。 言霊というのは、この言霊の中には一弦一弦、数域と吐く息があって、初めて言霊になる。だから、カタカブナ歌日は、一弦一弦、数域を入れていかないといけないと。言霊を作るっていうのは、数域を入れることで霊になるんです。だから、ブレスを入れて、あの、歌うと、ひふみをい、ふにブレスが遠いと、一弦一弦の言霊にはなんないんですね。 こと、玉というのは、一元一元にしっかり息を組み合わせること、ということにもなります。で、この息、こりこりで吹き出すものというのは、まあ、掃除症にもなってますね。ここの息に、えー、組み合わせるっていうのは、吸う息と吐く息だけじゃなくて、マニホージュの場合は、 この言葉という水の中に自分の中の想念とっていうのを入れることもできるわけです。この水と火というのが。この言霊自体も数域と吐く域で一つの玉になるんですけども、この数域と吐く域を今度ですね、言霊というものをもう水自体になった時に、自分の想念とっていうのがここにちょんとして、火として入れることができるんですよ。言霊というの。 つまり、この言霊という玉にですね、自分の想念を乗せる、入れることもできる。この丸ちょんにするときに。だから、この言葉の中には、その、まあ、思いが宿るというのはそういった意味で、言葉の丸の中に自分の想念のちょんを組み込むこともできるんですよ、というのが言葉になります。これは本当の意味ですよね。だから言葉には、 そのエネルギーがあって、相手にすごい影響を与えるっていうのは、ありがとうって言ったら、ね、綺麗な結晶になって、汚い言葉を言うと結晶が汚くなるっていうのも、これは言葉の力というよりも、言葉に想念を入れる力なんですよ。言葉の中に想念が入るので、そういう力が生まれるということで、言葉自体の力ではないんですよ。 言葉自体には力はないんです。言葉というのは音なんですね。音を出すだけ。そこに力が宿るっていうのは人間の想念がそこに入るから力が発生するというのが言葉の力のメカニズムなんです。これを理解してないから、ただ単にありがとうという言葉が何かすごい力を発してるんじゃないか。こ汚いバカとかね、そういう汚い言葉は、あの、良くないエネルギーがそこに込められているんじゃないか。 違うんですよ。言葉の中に入ってるんじゃない。言葉の中の想念が言葉とマルチョンを成してそういうエネルギーを発生させてるんです。こういう言葉とか言霊というものをしっかりこう定義づけていく。言霊が生まれたこの経緯、言葉というものはどうやって生まれたかっていうのは、あの、水保伝の中にありますよね。ほのめきの保から始まってという。 この真羅万象の創造の原理というのが50段階に展開される。これが言霊になるんです。だから言霊50音というのは万物の創造の原理がですね、この50段階にけじめをつけられているのが言霊になっていると。だから言霊の50音全部を合わせるとこのマルチョンになっていくっていうことですね。50音全部でこのマルチョンが完成する。 その一つ一つを区切ることで言霊というものができている。それが、その火と水の連なりの動きがですね、言霊の法則になるんです。この息コリコリて吹き出すものが、息連なり、水と火が連なって円にまろがる。水と火が連なっている動きというそのものが、言霊の法則として、水ホデのですね、言霊一元のノリになっているということですね。 言霊っていうのはそういうものなんですよ。言霊の定義っていうのはですね、何をもって言霊というのか。言霊というのはこの息が連なることでできるものなんです。言葉を発してる言葉の中に思いがあるとか、エネルギーがあるとか、そういうことじゃないんですよ。メカニズムがあるんですよね。このマルチョンのメカニズムが言霊の中にはしっかりある。このしっかりあるマルチョンの定義を あのー、明確にさせることで、初めて言霊というものをね、こう理解できるというか、あまあ使うことができるんです。法則があるんですね、言霊というものには。法則を知らなければ、言霊というものは、あのー、とではないんですね。とっていうのは、ま、こと。ことっていうのは、凝り、懲り固まるってありましたね。ことっていうのは凝り固まるあったんですけど、とっていうのはね、こと。 えー、水と火を組むって言うんですよ。水と火を組む。これが誠って意味なんで、誠の意味ってマルチョンって意味なんですよ。誠って意味はね、このマルチョン。火と水が連なってる玉となるというね。まさに誠っていうのはね、雨の水なかるし、これが誠って言うんですよ。だから、ヤマトのことも、ヤマトっていうのもマルチョンになってくるし、誠っていうのもマルチョンになってくる。同じ意味を指すんですよ。